先発岸立ち上がりご覧いただきます。まあ、いきなり先頭の荻野貴司にヒットを打たれましたけども、その後ツーアウトを取って4番の山口、ここは山口をキャッチャーファールフライ、立ち上がりゼロで終えます。さあ一方スライド登板だった佐々木朗希の立ち上がりです。ツーアウトランナー1塁で4番の島内を迎えます。ツーアウトから浅村にフォアボールを与えて4番の島内タイムリースリーベース、1塁から一気に浅村が入ってきて1点を先制します。さあ先制してもらった後岸の2回です。ツーアウトまで簡単に取って安田、チェンジアップが甘く入りました。そこを安田が逃さずライトへ今シーズン第3号ソロホームラン、1対1すぐさま同点に追いつきます。3回です。ツーアウトランナー3塁1塁とこの回チャンスで1塁ランナー中村スタートを切って、キャッチャー住田2塁へ投げたところ三塁ランナー荻野貴司もスタートを切って、これダブルスチールになりました。2対1マリンズが1点リードと変わります。さあ4回です。ワンアウトランナー一塁で好調の茂木、佐々木朗希からライトへ第6号ツーランホームラン、茂木の一発で逆転3対2。5回です。岸の方は逆転してもらって、この回先頭バッター松川にフォアボールを与えましたけれども、その後当たっている荻野貴司をセカンドゴロダブルプレイ、ツーアウトとなるとこの後高部から三振を取ります。さあそしてその裏ツーアウトランナー出して浅村らしい一撃はライトスタンドへ、今シーズン第20号、通算250号となりますソロホームラン。浅村の節目の一発で4対2リード2点と広げます。さあ6回です。岸ですけれども、まあ、この回はコントロールを乱して、これフォアボール2つ絡んで満塁のピンチ、ここで2番手石橋、でその石橋が2アウト1つは取ったんですけれども、ワイルドピッチで1点差4対3。でこの後菅野フォアボール、満塁となって松川、この当たりが走者一掃となります。3点タイムリーツーベースヒットになりました。この回マリンズ集中打4点取りました。さあその裏です。イーグルスは2アウトランナーなしから鈴木大地に一発、ライトへの4号ソロ、これで1点を返します。6対5。さあそして8回には今日26歳の誕生日を迎えました鈴木空がマウンドに上がりました。まあ、ランナー1人出しましたけれども、松川をセカンドゴロ、今日バースデー登板ゼロで終えています。9回です。ビハインドの場面でソンチャーホー、ソンチャーホーがベンチの期待に応える、3人で抑えるピッチングをしました。さあ1点をかけて9回の裏で抑えはオスナ、ランナー1人出しましたけども、最後は代打渡辺義明三振でゲームセット。6対5マリンズが勝利、イーグルスの連勝4でストップの今日のゲームでした。